かけ直す。お。おじさん。マイルズ、それで一体何があった？フィンにロクソンにアンダーグラウンド、いろいろありすぎてさ。悩みだらけの17歳、しかもスーパーヒーローか。少しは息抜きをしろ。ビートは作ってるのか？これ始めてからはあんまり。仕事と生活のバランスを大事にしろ。ほら、ずいぶん昔お前の父さんと作ってたミックステープだ。韻も踏んでバッチリだぞ。何それ、初耳だよ。未完成でな、街中の音をサンプリングしてビートを作りたかったが、マスターをジェフが持ったまま仲たがいしちまったんだよ。お前が完成させろ。きっと気晴らしにもなるだろう。うん、だね。それじゃあどうすればいい？ロードしろ。教えてやるよ。ロードしろ。ホログラムのガイドを設置した。音源をスキャンしろ。ホログラムね。そんなおでんどこにプスってさせんの USB。 お前が生まれる前からネタ帳に書き込んでたや。今はフィンのことは忘れて、音に集中して考えを整理しよう。ホログラムをスキャンすればドライブのファイルがアンロックされる。どの音源か教えてくれるはずだ。え？よし、なんか3個。オリジナルの音源を探してクリーンなサンプルを手に入れろ。遠すぎる。何これ。逆の方にあったはず。え？ミッションかいかい。絶対落ちたかったんだろ。もういいのか。はあ？急に始まる。よくわからんやつ。遠すぎるって。ん？遠すぎるでなんやねん。もう少し近づいてみろ。謎の一瞬。ほんまにわ、え、何これ、どういうことっすか。は？いい音だがこもってる。ちゃんとよく聞こえるとこに行け。聞こえてるやんけ。え？は？ちゃんと聞こえ、なんて聞こえてるやん。あぁ出たー。マッチしないな。は？他も探せ。遠すぎる、遠すぎる。録音って出えへんねんな、ここ。え、なに、右の赤いやつ。右の赤いやつって何これ。右の赤いやつってなんぞ。こっちか。あ！どこかも。あ、ミッションかい。ミッションかい。あー！これですか。かっこいい。やったな。うん、ね、最高だ。わかるか。気に入った。待ってろ。よう、いい音見つけたか。うん、独特なダイナミクス。な、老いぼれでも役に立つだろ。確かに気晴らししてよかったかも。やるべきことが分かったよ。フィンに会って計画をやめるよう説得する。直接？直接？どこで？どこで？明日の夜、トリニティチャーチで。それがどうかした？どうかしたって、お前狙われてるんだぞ。守ってくれなくて平気。一人じゃ危険だ。おじさん心配や。おじさん、父さんと喧嘩したからこのテープを完成させられなかったって言ったよね。父さんと何があったの？俺たちは似すぎてたし、違いすぎてた。複雑なんだよ。
まずはテープだ。サンプルを集めたら全部教えてやるよ。待って。約束だ。またサンプル集め。ありがとう、おじさん。しなあかんやつ、これ。トリニティチャーチだ。いいか、ティンカラーは好きにしろ。ガキには手を出すな。あら。ちょっとおじさん悪いことしてるんちゃいまんの。ああ、よく寝た。疲れてたし。パート出る。オッケー。フィンに電話しよう。あいつの間に。あらやだ。いやむずいぜ今のはさ。よいしょ。よし。フィンに電話しよう。出てくれますように。どうもスパイダーマン。フィン、ねえ話をしようよ。会ってさ。それでまた嘘つくの？ちゃんと説明したいんだよ。お願い、トリニティチャージに来て。もう嘘はつかない、約束。また騙すつもりなら。事件発生した。後で。会ってはくれるみたい。よし、トリニティチャージか。行こう。トリニティチャージどっち？反対だ。犯罪は無視だ。温泉は遠いな。あー、これは使いたくなかったが。最終手段。スパイダーマンのやることなすこと全部ねじ曲げて伝えながら、ロクソの後をかばってるでしょ。スパイダーマン、スパイダーマンです。あ、近い。もう300だ。よう。トリニティチャーチ。あら、あんなとこに。危ないですよ。普通あんな風にスパイダーマンだって打ち明ける？あんたを殺すとこだった。それで僕に罪悪感感じてほしいの？これ以上嘘をつかないでほしいの。理解してると思ったからアンダーグラウンドに入れたのに。理解してるよ。クリーガーがしたことも償わせたいけど、こんなのダメだ。これがあいつを倒す唯一の方法なの。見て見ぬふりをして。お願い。できない。約束したんだ。私だって。なんでここにしたの？父さんと来たろ、コンサートにさ。7カ国の聖歌隊覚えてる？ガーナ良かったな。ガーナはいなかった。それギニアでしょ？いや絶対ガーナだったって。ギニア、ベリーズ、ポーランド、キューバ、韓国、タイ、ベネズエラ。フィンが正しい。いつもそう。大抵はね。あ、何？何？うわあ！ライノ？真っ赤かなライノ。ああ！いた。はい、それはいかんの。危ない危ない危ない。あら、目が4つになってる。いいね。あれ、食らわんの？痛い、それは痛い、痛い。あ、システムエラー。あー、君にはがっかりした。おー、サイモン。いや、メイソン君には手を焼くと思っていたが、君とは
仲良くやれると思ってたんだがね。ここは舞台裏さ。最も警備が厳重な施設だ。金のなる場所だよ。この最低男。リックとニューフォームを開発していた時、あんたは特許を出願しただけでしょ。他人のアイデアを売り込むことしか脳のない男だって兄さんが言ってたけど、今も生きているのはどっちだ。あら、そういうこと。過去のことだ、だろ。まずは手始めに君のこれは素晴らしい。すごいな、それはちょっと便利やな。無意識で発動したのかな。実に魅力的だ。これから君のそのマスクを外して体の仕組みを調べよう。うわぁ、いいかい。君はまさに次世代のバイオエンジニアリングであり、それが意味することは一つ。そう、金だよ。それじゃ、私はジムへ。足のトレーニングだ。ニューフォームのありかを聞き出せ。ん？プラザが開けられないだろ。きっちきちに乗るやん。それと彼を使えたまえ。走れの恨み晴らさせてもらう。カメラもないしな。うわぁ、ひどいやっちゃー。うわぁ、うわぁ、あかんかんかん。うわぁ、透明なってもしゃあないもんな。なに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 、ネガベノムブラザーあー、痛い痛い痛い。壁、殺されるとこだった。痛いわ。びっくり。意外とタフなんだ。出口を探そう。いやー、今見たいやろ。あいつらライノを警察に引き渡さなかったんだ。信じられない。そんなのロクソンがやりそうなことだし驚かない。大丈夫、脱出できれば大丈夫。監視カメラ切るね。切って切って。あの PC 調べて。あの PC、 どの PC。 基地の内部をよく調べて作戦立てないと。どんな感じ。このオフィスの先に出口がある。制御室に行って基地の封鎖を解除しなきゃ。まずは警備棟から脱出。私が下に降りて様子見てくる。よし、行きましょう。僕は上から。ロックされてる。檻の時みたいにベノムでドア開けよう。暴力剣を身につけた。身につけた。わお。開いた。下の階に向かうね。真上にいるよ。便利やね。あのドアから出られるけど、端末をハッキングして警報を止めなきゃ。ガードの相手は任せて。南ウィングの監視カメラが停止した。きっとライノが来たんだ。え、これは囚人を尋問するって言ってたし、あのもう一人の男にかかれば雲も泣き叫ぶさ。かく乱するか倒す。作業員はちゃんと取る予定なんだよ。停電ばっかりじゃねえか。どうしよっかな。あいついけるな。指示があるまで待機する。インからをスパイダーマン。おお、すげえ、そういった。うお、危ない。そういう倒し方か。気持ちがいいね。シューよし、ペシュペシュ。気絶してる時は可愛いんだよね。気絶してる時は可愛いんだよね。どうやって見つけたんだ。うん、おお、
シュン。なんかもっとシュッて戻られんのか。のそのそのそって帰るのちょっと怖いな。フリーガーの前では言葉を選べ。穏やかに見えてる。あ、そんなとこにおったんや。みたいだな。1ヶ月で3人もアシスタントを変えたって話だ。おい。周囲を確認。俺の時間。すぐそこに2人。おるね。電気ビリビリやりたいんやけどさ。なんでスパイダーマンとティンカラーを交流しておくんだ。殺しゃいよ。フリーガーは視野が広い。何か聞こえたぞ。注意を確認。なくなってる。捜索開始。スパイダーマンかもな。バーン。プラザのシフトの予定は来週の改札に向けて残業だってよ。サイファーを実行。近くにいるぞ。待って、油断するな。何かいるみたいだ。さあ、そこのよし、2人はの PC ベーあ、あれ、ベーシュビー、話し合おうよ。プラザ、うわらー、まずいって。危険な燃料で街を汚染するのだってまずい。そうだけど、ロクソンを倒す方法なら他にあるだろ。どんな計画にだって欠点はある。友達に嘘をつくとかね。いいから集中して。そう、見てる間に君はこうするんですよ。で話すからね。はい、よいしょ。油断しちゃダメだよ。いいぞねー。ありがとうございました。それじゃあ電磁ロックをショートさせるから、そっちはオーバーライドさせて。オッケー。 オーバーライド。アーカイブがあるな。 PC のデータ見てみよう。オーバーライドするよ。ボイスメモが入ってる。警察にライムのことを聞かれています。どうします？ラフトに特別労働釈放プログラムを設置中だ。警察にはライノは社会放出中だとでも伝えておきたまえ。警察を騙したのか？ロックは解除したけど、こじ開けなきゃ。任せて。任せて。任せてちょうだい。そもそもさ、なんでティンカラーなの？ニックネーム、リック。話を無視して開けていく。逃がすのはニューフォームを見つけてからだ。なぜあいつがここに。女だけ捕まえるはずだっただろう。そうか、不満か。いいかい、スパイダーマンはメイソンとの最高の取引材料。あ、君らが協力して捕まえた。ああ、捕まえたのは君だが、君の情報のおかげだろ。明らかにあの二人は怪しい。あの子は放っておく約束だ。アローおじさん。アローおじさん。あの子か。その言い方、まるで父親のようだ。スパイダーマンを逃がせば、ニューフォームを。バレるバレる、早く早く。手に入れてやる。もうそ。ほら、見えてるやろ。取引材料。ま、スパイダーマン。材料だったら俺も持ってるぞ。ニューフォームの毒性にビッグメイソンとの一件公表すれば。できないさ。いいか、見えてる。君は指名手配。スカスカやで。我々に協力もしてきた。私と一緒に檻に入りたいか。我が身が可愛くてそんな犠牲は払えないだろ。それじゃあメイソンとスパイダーマンの様子を見に行くよ。あ、まあその子の位置やったら若干見えないかも。ここからは残念ながら招待制のパーティーだね。あら悪いね。じゃあ、急に二人で同じポスト。あら、おじさん、嘘だ。また、あんたの知り合い？相当。あんたのせいで捕まったの？違うよ。これはロクソンに雇われてるのは知ってたけど、僕を裏切るなんて。本当信じらんない。罠におびき寄せたわけ？信じられない。なんであんたを信じたんだろう。フィン、待って。きっと何か理由があるんだよ。僕だって知らなかった。やめて。聞きたくない。聞けよ。質問。俺が知らんかったって言うてるやん。コントロールルームに行かなきゃ。じゃあシャッターをなんとかしなきゃね。管理パネルがあるけど電気が来てない。
なんとかしてみる。パーン。よし、電気復活。アクセス中。ああ、シャッターは開けられないけど、機械は動かせる。クレーンとか。使えるかもね。調べてみる。よいしょ。こうだ。で、はい。あれ、ダメですか？ほう？で、こう。ねえ、エンジンっぽいやつの上に移動した。ぽいね。思いついた。クレーンを組み立てラインに戻せる。ああ、なるほどね。あ、またやらなかった。よいしょ。このレーザーでエンジンが動き出すはず。ああ、くそ、ショートした。電力つなげてみる。こうか。やあ。よし、オッケー。レーザーお願い。レーザー発射。ああ、そういう感じ。完璧。エンジンをオーバーチャージすれば爆発する。爆発させればシャッターもコッパみじん。え？爆発させ。それじゃドカーンと行く。ベノムパンチ。いくぞ。パンチ。そして、出て。うらー。行こう。出口はもうすぐ。おお。あれが出口。開けるのに数分かかりそう。計画バレちゃったみたい。当然。出口あそこだけだし。それじゃ。ここだけなの。ガードは僕がやる。ドアは頼んだよ。お願いします。教えて。私に伝えようと思ったことは一度でもあった？自分がスパイダーマンだって。ほら、私の両親が死んでからリックが私の父親代わりになったでしょ。血のつながった兄さんは死んじゃったけど、あんたがいた。フィン、僕は。これじゃ持たないよ。行って。いいところで。私は大丈夫だから。本当？行きますよ。さあどうしよう。うわあ、何それ。ヘルメットにライトがついてる奴らは熱を感知する。うわあ。透明になってもバレるってこと。なるほど。僕たちとのバトルに随分研究開発の予算割いてるね。脱税したお金うん百万ドル分ってとこ？警備員お願い。私はセキュリティをオーバーライドする。動かしたいものがあったらいつでも言ってね。See you next time. See you next time.